はい、今日は、秦野の万葉の湯に来ています。実はクーポンが当たりまして、こういう、プレミアルームの特別ご利用券っていうのが当たったので来ました。普段はゴールド会員以上ではないと使用できないルームだそうなんですが、チケットが当たったので行ってまいります。うなぎ行こうか。うなぎ食べます。ごちそうさまでした。夕飯です。カレー南蛮うどんいただきます。はい、秦野の万葉の湯、ゆっくりしてきました。プレミアムルームはとてもね空いてました。ただ、リクライニングが電動で、仕切りがカーテンで仕切られてた個室っていう感じでしたね。はい、はい、ランチとディナー両方いただいてきました。
リグジュアリールームで、リクライナーの予約をしました。4階行ってみます。あ、4階じゃない、5階か。すいません、延長したいんですが、13番。はい、じゃあお願いいたします。はい、みなとみらいの、万葉の湯堪能してきました。プレミアムルームは、ほぼね、あの肌のと同じ電動リクライニングとテレビになってました。違うところは、ラグジュアリールームっていうのがあって、そこで食事とかもできるんですが、そこの中の、リクライナーは、プラチナ会員じゃないと利用ができないんですが、ゴールドシルバーは、5階にあるプレミアルームっていうところは利用できて、一応ラグジュアリールームで予約をして使うような形になります。ただ、夜の8時に全員出されてしまうので、なんか消毒とかそういうもので出されてしまうっていう、そういうことはあります。ドリンクはフリードリンクで、肌のと違って、こちらの方が、自由に飲み物は飲めました。1時間に1本、バスが、横浜駅まで出ているので、それに乗って帰りたいと思います。